はい。ハシビロくん、ご飯だよ。その割には表情変わってない気がしますけど、でもちょっと楽しいかも。しほちゃん、はいはい、私もやります。そんなに主張しなくても、次はみのりの番だよ。ありがとうございます。行ってまいります。ハシビロくん、お魚のおかわりをお持ちしました。どうぞお食べください。あれ、お魚見えてないのかな。どうぞどうぞ、ご飯はここですよ。さあさあ。これって…もう一回あげてみようかな。お腹いっぱいだったら食べないはずだけど…あ、食べた。お魚ならこっちにもありますよ。私のお魚も美味しいですよ。完全に無視されてるね。そう、なんでそんなに落ち込んでんの。だってだって、私ハシビロくんに嫌われてるみたいなんだもん。しほちゃんの魚は食べてくれたけど、私のは最後まで食べてくれなかったし。たまたまでしょ。食べたいタイミングと合わなかっただけだよ。そうなのかな。でもでもまあ、仮に嫌われてたとしても、みのりなら大丈夫じゃない。誰かと仲良くなるのはみのりの得意分野だし。私の？どんなにそっけなくされたって、諦めずに突っ込んでいくでしょ。そのおかげで私もみのりとこうしていられてるわけだし。しほちゃん、まあだから、掃除しながらでも様子見て近づいてみたりすればいいと思う。うん、そうだよね。確かに仲良くなろうって気持ちでぶつかっていかなきゃ、ずっと嫌われたまんまだよね。それに今は宮益坂女子学園の飼育委員っていう仮の姿だけど、私の真の姿はムーマージャンプの花里みのり。そう、私はアイドル。みんなと心を通わせて希望を届けるのがお仕事だから。頑張ります、ハシビロくんに希望を届けられるように。わけわかんないテンションは気になるけど、いいんじゃない。失礼します。お部屋の掃除をさせていただきます。うん、なんかやっぱり冷たい視線を向けられてる気がするけど、逃げちゃダメだよね。掃除は飼育委員で慣れてるし、
ピッカピカにしてハシビロくんをびっくりさせちゃうんだから。まずは水場だよね。ここで水を飲んだりもするみたいだし、綺麗にしなきゃ。まずは水を抜くんだっけ。ここの栓を外してっと。よし、このまま流しちゃう水を使って水場の中を洗おう。水も節約できて一石二鳥だし。あ、この場合一石二ハシビロくんかな。なんちゃって。さっきからすっごく見られてる気がする。それにちょっとずつ近づいてきてるような。気のせいだよね。とりあえず水場の掃除をどんどんやっちゃって。ああ、突然お友達の距離感に。なんでしょうか。なんでツンツンするんでしょうか。まあ、とっても大きな鳥さんね。え、この声って。くちばしも立派ね。私もみのりちゃんみたいにツンツン連れてみたいわ。ルカちゃん、どうしてここに。みのりちゃんが動物園に行くって話を聞いた時から、どんな動物がいるのかしらって気になってたの。だからつい見に来ちゃった。そうだったんだ。今は飼育員さんもしほちゃんもいないからいいけど、びっくりしちゃったよ。二人がいないタイミングを狙ってたから安心して。戻ってきたらまた隠れるわ。それにしてもハシビロコウのハシビロさんだったかしら。近くで見ると本当に大迫力で立てられちゃいそうだわ。今のルカちゃんはスマホから出てきてて小さいから本当に大きく見えてそうだね。でも聞いてたかもしれないけど、本当におとなしいんだよ。さっきはなぜかツンツンしてきてたけど、ご飯あげた時はすっごくじっとしてて。そうみたいね。私が出てきても全然びっくりしてないし。これはアイドルの素質があるわね。え？どういうこと？どんな歴戦のアイドルだって、ステージに上がれば少しは緊張するでしょ？でもハシビロさんはどんなステージでもどっしり構えていられる気がするの。確かに私も見習わなくちゃ。でもハシビロさんがアイドルになるにはちょっと笑顔が足りないかもしれないわね。なんだろう、何か言いたそうな顔してる気がするんだ。あら、ごめんなさい。まだ初めましての挨拶もしていないのに、こんなことを言うのは失礼だったわのね。私はめぐみめるかよ。こうして会えて嬉しいわ。よろしくね、ハシビロさん。今、ハシビロくんもペコってお辞儀しなかった？確かに。そんな仕草をしているように見えたわ。偶然だよね。でもそれにしては、打ち解けたっていうのは。そうだったんだ。ハシビロコウってそんなことするんですね。でもさっきのは私向けのお辞儀じゃないっていうか、なんていうか。あ、つまり
偶然で。ほら、お魚も私のは食べてくれなかったので。そうなんですか。そういえば、しほちゃんは魚をすって差し出したら、そのまま動かしてなかったかも。私にお辞儀を。本当かな。さっきはルカちゃんだから返したような気がするけど。でも、もしかしたら、もしかするかもしれないし、私も。私と仲良くしてくださいますか。やっぱり。私じゃハシビロくんの心には。みのり、遅いな。ハシビロくんのスペースの方が広いから大変だったかな。ちょっと押し付けるみたいになっちゃって悪かったかも。ハシビロくんも警戒してるみたいだったし、もしかしてあの大きなくちばしでつつかれてたりして。しほちゃん、何があったの。ものすごく顔緩んでるけど。私ハシビロくんとすーっごく仲良くなったんだよ。もう友達っていうか、そう、マブダチって感じなんだ。マブダチって最近聞かなくない？